平成30年のベルファイアエグゼクティブラウンジ Z の元タクシーでございます。黒のボールペンしてあります。こちらノーマルは白のパールでございましたけども、プロクセス東洋のタイヤもまだまだ使えますね。ほぼほぼフルノーマルにモデリスタのエアロで仕上がってる感じでございます。マフラーもモデリスタのアルミがついておりますね。もちろん車検対応で嫌味のない優しい音、ちゃんと開けます。ハッチの開きがいいです。エグゼクティブラウンジのマットではないです。こちら車外のマットのようですね。全部変えてあります。経年劣化で疲れた部分を変えたのかもしれないです。まあ、革の使用感とか多少残ってるところありますけど、これは磨けば取れそうですね。サンルーフなしですので、何といってもやはり SRC パッケージとかもいいんですけど、天井があのシルバーっぽかったりしますからね。エグゼはやはり黒なんで、この黒の内装にですね、シートも黒というのが一番やはり人気でございます。ベルファイの字が光ります。22万キロにしてはもう全然シートの状態いいですよね。まあ、これで見てわかるのは乗せてる回数が非常に少ないはずでございます、お客様をですね。カーの使用感とかは少々ありますけども、全然いいんじゃないでしょうか。助手席もちょっとドリンク系のこぼし跡がありますけども、あとメーターの外し跡ですね。ただこちらまたタクシーの方で使いたいなという思っている車でございますので、このビサラのあたりの問題はないと思います。前は手前に開きますとマークが必要だったんですけど、今はもう必要なくなっていますね。ということでですね、この車はもうしばらくですね、別の方、個人タクシーの方が乗る予定になりそうなんですけども、まだまだ新型の40型が出ても全然高くてですね、甘く見てました。ちょっとここはへたりが、皮の伸びがありますね。ここまで伸びてるのはちょっと久々ですね。はい、背もたれとか大丈夫ですね。はい、スタートしてみましょう。今タクシーの純正 ETC じゃなく、タクシーの連動の ETC が固定されちゃったままですけど、配線は繋がってないです。というのはメーターを外しちゃったからですね。まあ、いろいろなベルファイアとアルファード見てますけど、こういう風に USB をつけられるスペースでこれにつけられてるのもいいですね。あと走行中テレビナビ OK のボタンですね。ということでデジタルインナーミラーもついてます。サンルーフがないのでここのボタンがないぐらいで、あとはもうエアロもついて鍵も2本ついて言うことなしかと思います。このようなお車ですね、22万6000キロ。うちに戻ってくるときには次は何キロになってるかわからないですけど、まあ30万キロ台にはなってるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。目白自動車でした。